本当に国際人というか、いろんな国から来てる人たちって、やっぱり自分の国のこととか、自分の国の文化っていうことをやっぱりそれなりにちゃんと話しますから、そこちょっと日本の人弱いから、そこはぜひと思ってちょっとはっきり書きました。東大雄で戦わり海外留学したいと思っています。笹川先生もカナダへ留学したとありますが、いつ頃行くのがいいと思いますか？はてなという高校2年生女子の方のご質問でございまして、その時の会長のお答えが、明日にでもすぐに行きなさい。先生にも親にも友達にも相談せずにね、てんてんてん。言葉が喋れる、喋れないよりも、世界は広いことを自らの心身で感じる体験が、君のこれからの長い人生の変え難い宝となる。その際、日本のことを紹介できる小道具を一つだけ持っていきなさい。例えば、お香を焚いてあげて、香道の歴史を語るとか、てんてんてん。きっと立派な日本人に生まれ変わって帰国することを保証する。その時に会おう、てんてんてんというお答えでございますけれども。行きたいっていうんだったら、まあ、普通だったら多分ですね、10人いるといろいろと否定的から入るケースが多いと思うんです。やっぱりそうです危ね。ないとこはもうすっ飛ばして行けと。で、別に物理的に親の承諾でなくても、結局経済的にもかかるわけですから、そういうこと言ってんじゃなくって、もうそういう、行かないっていう選択はないと。もう行くこと以外に行きたいんだったら行かないと、これが今度大学生になりますとかなると、就職だとか、いろんなことが理由になってきたりとか、例えば1年とか2年遅れると、新卒扱いになるとか、いろんなこと考えるとね、行かなくなるんですよ、結局のところ。だからもう行くんだったら行くのはいいんだけど、で、言葉の件に関しても、言葉のことを TOEIC がどうなのとか、まあそういう話もあるけれど、そういうことはいいから、行けば嫌でも、日本人がいなかったら喋らなくちゃいけないわけでしょ。で、要するに自分の力で、This is a pen じゃないけども、とにかく使える単語で、そうなったら自分で絶対ね、辞書をあれしながらも絶対勉強するんですよ、嫌でも。学校で勉強しろって言われても嫌なんだけども、そういう環境で日本じゃなかったら言葉が英語しか使えなかったら、もう辞書をもう必ずもう食べるぐらい勉強するはずなんです。で、そういう環境と、あとはもう一つはやっぱり僕は留学行っての嫌だなと思うケースがね、帰国子女っていうのが2つ分かれて、いい帰国子女と悪い帰国子女って僕あると思っていましてね。まあ、いい帰国子女はまあいいとしても、悪い帰国子女、帰ってきたら、いや、アメリカはこうだった、ヨーロッパはこうだった、日本はまだ遅れてるねと、お前いくつなんだ、18、20歳の高だかね、ガキンチョはね。要するに、外の世界を見ちゃって、そうすると日本がなんか自由がないとか言うけども、じゃあ自由はないかもしれないけども、鉄砲持ってるやつはいないぞと。で、犯罪もまあ多いっちゃ多いけども全然少ないぞと。で、それをどういうふうに理解説明するんだって言った時に、いや、これはあれとかいう話だから、そういうこと言ってんじゃなくって、やっぱりいい帰国子女になってもらうためには、あ、日本っていう国のいろいろ問題はあるかもしれないけども、日本ってやっぱりいいよねっていうのと、日本人ってすごいよなっていうふうに思うためには、自分自身が行動って、まあ、たまたま、まあ、匂いだったんで、まあ、これは人間なので、匂いって、まあ、確かに外国の人からするとなんか変な匂いと思うかもしれないけど、なんかね、言葉でいろいろ説明するよりも、絶対五感に直結するようなものとか、視覚、例えば着物一枚でもいいんですもん。だから向こうではもう着物で通すとか何でもいいんです。そうすると着物にしてたら写真撮ってくれないかとか、着物のことを教えてくれないかって言ったら、また嫌でも喋らなくちゃいけないじゃないですか。でもそういうものが何にもなかったら、単なるいつもの会話しか成り立たないでしょ。やっぱり自分の、やっぱり国の一つ何か文化的なものを携えて持っていくことによって、で、そこで初めて本当の日本人になるんではないかなっていうことで、まあ、あんまり先ほどの一番最後の、その一つ何か小道具を持っていく、場所を取らないような小道具でいいからっていうのはあんまり人は言わないですね。でも本当に国際人というか、いろんな国から来てる人たちって、やっぱり自分の国のこととか、自分の国の文化っていうことをやっぱりそれなりにちゃんと話しますから、
そこちょっと日本の人弱いから、そこはぜひと思ってちょっとはっきり書きました。もうそれ日本人弱いですね。自分の国のことをね、自分の国の文化が知らない人が多いですよね。最近ね、この、文楽の舞台出てますと、外国人の人非常に多いんですよ。あ、多いですね。はい。実は今日もね、あの文楽鑑賞教室っていう公演で出ておりまして、判官切腹っていわゆる忠臣蔵の縁屋判官ですね、いわゆる浅野匠の神が自分で切腹する、うん、そのシーンを、まあ、語らせていただいてるんですけど、あのちょうど床の下ね、ほとんどもうあれ100人近くかな、みんな外国の学校の、うん、大学生かぐらいの子たちが、皆さんも外国の方です。それもいろんな国の方がいらっしゃいました。うんうん、いろんなもう大陸の方々がいらっしゃるのが分かるんだけど、もうすごいんです。こっちに来る、なんていうのかな、木というか、ものすごいね、この木をね、詰めて、こう、ぐーっとね、必死でこうね、見ようというか、何かを理解しようとしてるのか、何かを吸収しようとしてるのか、それから日本のこの文化を楽しんでるのか、ものすごいんですよ。こっちもやる方もね、もう気持ちよくてというか、すごくこう乗っかっていけるんですよ。なるほど、ね、必死で見てくれてるから、もう皆さんこう乗り出して、はい、日本のね学生だったらもう、ね、寝ちゃってたりすると思うんだけど、もう皆さん本当こう乗り出してくるんですよ。みんなこんな必死で見てるって言うとね、一生懸命こっちも語る方も語るんですけど、だから今日本にこう旅行来られてる外国人の方、どんどんコロナ以前の以上にも戻ってきてるように思いまして、大阪もすごい外国の観光客の方、いろんな国の方が多いですけども、まあ最初はその神社仏閣とか何かこうテーマパーク見るとか、そういうところから入ってなんか美味しいもの食べるとか来てるか分かんないけど、だんだんね、うん、日本のこのもう一つ奥に触れたくなると思うんですよ。2回目3回目ということになるとね、そこの文化にね、うん、僕も最初はニューヨーク行った時はもうすごい建物とかかっこいいなすごいなとか思ってて、街のあれだけど、やっぱりねミュージカル見るとね、もうたまんなくて行きたくなっちゃうんですよ、そこの、はい、やっぱりそこの文化に触れたくなるんですよ。パリ行くとだからもう分かんないけど、全然わけ分かんないけど、モナリザ見たくなって、モナリザのところずっと30分ずっといいね、はい、遠くから見たり近くから見たりねするんだけど、全然分かんないですよ、どこがいいのかなこれとか言ったりね。ああ、スペイン行ったら、まあ、ドガの踊り子の小さな絵のとこ、じーみたいに、遠くみたいに、もうそれもずっといるわけですわ。もう自由に見れるんですよ。ずーっとそこばっかで、もう30分ぐらいも入れるんですけど、うん、これもよくわかんないなーってね。日本に帰ってきて、岡山の、ね、美術館行っても、なんかいろんなもの、ピカソやらいろいろあるんですけど、シャガールやら、ドガのこのいっぱいあるんだけど、なんかわけわかんないなと思いながら、最後にね、雪舟のね、小さなね、色紙が飾ったんですよ。もう一番最後の出口のところに。そこでピターッと止まっちゃってね、もう動かないと、すっごい、なんかわかんないけど、絶対すごいこれと思ってね、これがね、どうもね、最近分かったのがね、どうも呼吸法なんですよ。僕もパリとかね、この舞台の間に夜だけで昼間公演ないから行くとかすると、呼吸法がね、丹田呼吸になってるんですよ、日本人の呼吸になってるんですよ、うん、そうするとね、いくら見てもね、分かんないんですよ、あのモナリザいくら見たって。もう あれはね、公式で見ないと。ああ、そういうことか。公式で見ないと、あの絵は分かんないと思った。ああ、なるほど、ね。で、逆に雪舟の絵でもね、逆にこんな公式じゃ分かんないです。で、腹式じゃなくても、もう一つの下のね、丹田呼吸。丹田呼吸、お腹が、膨れて、息が入って、吐くときもお腹がぐっと詰めてる、より密促、秘密の密に息って書きます、一番簡単に分かりやすいのは、まあ、中村明和先生のこの一番最新刊が4月発売の、これが一番分かりやすいです、密促について、禅寺のね、コムソーのもやられてるこの中村明和先生のこの、密促が一番正しい日本人の呼吸ですけども、この聖火丹田のお相撲さんも丹田を練るというのを日夜、訓練されてますけれども、皆さんそうです、今のお香もそうです、丹田呼吸、これ密促じゃないとその五感が済まされないんです。日本人特有の力が、パワーができないですね。今は特別大谷翔平選手、もそうなんですよ。実はこの呼吸なんですよ。丹田。村神様なんかもう一つ低いですよ。ベルトの位置。おおと思いましたけど、大谷翔平スペース丹田で検索されたらグワーッと出てきます。
中村天風先生、レジェンドですけども、の方も名前も出てきます、はい、大谷翔平選手徹底研究されて勉強されています。そこが日本人でも世界に通じる力を出すにはここなんですよ、はい、そうするとね、雪舟の絵の中に入っていくんですよ、はい、でこれなんだなと思ってね、日本人のこの文化をね、なんとかね、残すだけじゃなくて世界に広めて、この凄さを、日本人のパワーの一番の根底です、すごいところをね、広めていただきたいと思った次第でございます。いやー、もう今日もありがとうございました、東大雄で坂川流文化なくして経済なし、超いいね。いやー、ありがとうございました。今日もありがとうございます。いや、いつもチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。今年も飛鳥2に乗させていただきました。で、今年はなんとプライベートでございます。皆様のおかげです。で、いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。どうぞ引き続きチャンネル登録ご覧のほどよろしくお願い申し上げます。飛鳥2超いいね。